バイオリンは水村浩二。彼は東京ではそれこそオーケストラのコンサートマスターや首席奏者とかしていろんな形で活躍されております、クラシックのエキスパートでもございます。そしてこちらは、ウェーサー高杉健人。彼も、クラシック のコントラバス そのオーケストラの首席奏者としても活躍されてますし、ベース5台で、コントラバス5台でやれているブラックバスクインテットで合ってます、正式にブラックバスクインテットという素晴らしいバンドもやってらっしゃいます。そして、あちらはピアノは須藤慎一郎さんです。須藤さんはもうタンゴももちろんいっぱいやってらっしゃるんですけれども、ジャズもポピュラーもいろんなブラックミュージックも含めてたくさんやってらっしゃって、最近は八代亜紀のメインピアニストもやってらっしゃいます。なので演歌の仕事もやってらっしゃいます。ちなみに僕は最近川中美幸さんの仕事をしております。なのでなんか演歌づいているバンドではございますけれども、そんな、須藤さんの、すごく素敵な曲で、レクエルドス回想という曲をお送りしたいと思います。昔を懐かしんで須藤さんが書いた素敵な一曲を、順番違ってます？間違ってます、すいません、嘘つきました。はい、こっちですよね。はい、僕が飛ばしてしまって申し訳ございません。大丈夫です。はい、その曲は次の曲になります。僕のオリジナルのが先でした。僕のオリジナルの、から、バラードの曲で、これは、バラードの5拍子の曲で書きました。またベリーダンスのジーナさんに入ってもらってお送りしたいと思います。あ、大丈夫ですか？なんか打ち合わせは通じなかったみたいです。ベリーダンスのジーナさんをお迎えして、次の曲はジェリーフィッシュという曲をお送りしたいと思います。これはクラゲという曲なんですけれども、タンゴのリズムを使って、なんかもうすでにリズムがちょっと始まっておりますけれども、本当水族館に行ったような気持ちに、なっていただいて、ちょっとぐらいこう結構コンサートも長くなってきましたからね、少し休憩も含みつつリラックスして聴いていただければと思います。それに合わせた踊りも始まっていくかなと思います。どんどん始まってきましたね。演奏に移りたいと思います。ジェリーフィッシュクラゲお届けいたします。Thank you.
ベイナスジナ、ジェリーフィッシュをお届けいたしました。ありがとうございます。